ここが大火山ベルデ。ちょっとっていうかものすごく暑いね。この奥にファイアドラゴンがいるはずだ。行こう。あれは…弱い者いじめになんないかな。
みんな腕を上げたね。助けられたな。礼を言うぞ、若き竜騎士よ。ハルト・クラルバインです。ソニア竜騎士長の命令で参りました。これを。クラルバイン、なるほど。しかしオーブは唯一信頼できる友に授けた我が命に等しきもの。それを気軽に預け渡すことなどはありえぬ。先ほどの化け物といい、ソニアに、いや、グラナティスに大事があったな。はい。突然凶暴な黒い竜が現れて壊滅状態です。ソニア竜騎士長も怪我を負われました。黒い竜？まさかフレンスベルグか。フレンスベルグ？フレンスベルグはいわば最悪の塊よ。自分以外の全ての存在を否定し、滅ぼさんとする邪竜。この世界を己だけの巣と思うておるのかもしれぬ。太古の昔に封印されたと聞いていたが。復活したということですか？おそらくは。あ、ジャレット、やめろ。ジャレット、なあ、優等生のお坊ちゃまじゃねえか。なんでここにいる？お前こそ任務はどうした？なぜファイアドラゴンを？さあ、なんでかな。近かったから。なんでかな。ジャレット、ハルト、ファイアドラゴンが。ハルトよ。はい。そこにあるドラゴンゲートを開き、一刻も早くソニアに。しっかりしてください、ファイアドラゴン。くそ、どうなってるんだ一体。ハルト、ジャレットがファイアドラゴンを殺しただと？バカな、奴は竜騎士だぞ。自分にも分かりません。でも本当なんです。私も見ました。彼女は？任務に同行してもらったエンパスのユーフェです。傷ついたウォータードラゴンを助けてオーブを預かったそうです。ウォータードラゴンからオーブを？力にならぬ我ら竜騎士よりエンパスを信頼したか。それであの黒い竜、フレンスベルグと言ったか。奴は化け物を撒き散らしながら西に向かい、どこかに姿を消したらしい。西というとウェントス、ウィンドドラゴンの守護地。ああ、ラングレーに向かせたが、このタイミングならすでにサンダードラゴンの元に向かっているだろうな。あ、ジャレットは近かったからファイアドラゴンのところに来たと言っていました。もしまだ竜を殺そうというなら次は。ハルト・クラルバイン、
至急ウェントスへ。はい。ジャレットは発見次第身柄を確保。場合によっては殺しても構わない。しかし、それは。ドラゴンは世界を守護する貴重な存在だ。彼らは転生可能な種族だが、空位となれば天変地異が多発しかねない。何よりドラゴンあっての我々が竜殺しなど言語道断。本来なら身柄の確保どころか即刻極刑にして叱るべきだ。近隣には別に隊を派遣するが、人員はあまり避けない。今は極秘にすべき問題だろう。了解です。ではユーフェ、ハルトを任せたよ。え？ウェントスに行くにはイーリス北部を通ってクリューソ海峡を渡る遠い道のりだ。エンパスがついていればハルトも心強いだろう。